ブルマジーニョーダム決壊事故は2019年1月25日にブラジルのミナスジェライス州ブルマジーニョで鉄鉱石のおを蓄えていたダムが決壊した事故である。このダムは資源大手のバーレが所有していたが同社のダムは2015年にも同様の事故を起こしている。第一ダムから流出したデ流リューが下流の町を追い死者259人。 行方不明者11人の惨事となった。2015年に同様の事故で被災した直後のベントロドリゲス村2015年11月にマリアナで死者19人を出しベントロドリゲス村を壊滅させたベントロドリンゲスビ、高ダム決壊事故が発生した当時、ミナスジェライス州の鉱山管轄当局は続く2年のうちに職員の4割が退職予定であるという危機的状況であった。 ブルマジーニョの結界事故は、ベントロドリゲスビコーダム結界事故から3年に、過月後に発生した。専門家によれば、ブラジルでは、規制構造の不備や、責任逃れを助長する規制の不整合が顕著であり、実際に、ベントロドリゲス事故から3年のうちに、原因企業は7億8500万であるの罰金の、うちわずか3.4%しか支払っていない。 ベントロドリゲスビコーダム決壊事故は、ブラジル史上最悪の環境災害とされ、捜査が継続中であるが、この事故はそれを上回る規模の大災害となった。崩壊前後のブルマジーニョ周辺の衛星画像ダムの断面図。何度も、停滞の建て増しが行われているが、お香の上に乗っているだけで、支持層まで基礎具いが撃たれているわけではない。 崩壊によるデイリューの流出経路ダムは2019年1月25日の正午過ぎに決壊し、デイリューがちょうど数百人の鉱山労働者が昼食をとっていた、鉱山の管理区域と鉱山から約1キロメートル離れた小さな集落ビラ、フェルテコに襲いかかった。午後3時50分にはデイリューがサンフランシスコ川の支流でベロオリゾンテ都市圏の位置、 三の水源となっているパラオペバ川に流れ込んだ。国家鉱山局の登録情報によると、2001年にバーデに買収されたフェルテコミネラシアンが1976年に築造した古平五度ヘイジョンダムは、低リスクながら潜在的に損傷の危険があるとみなされていた。州環境、持続可能開発部はダムの築造は正式な認可を受けていたと声明を出した。 バーレは2018年12月にダムからの廃棄物約1170万立方メートルを再利用しダムの使用を停止する許可を取得していた。ダムは2014年からおこうの受け入れをしておらず、バーレによれば各州で実地検査を行っていたという。ブルマジーニョで世界最大の野外博物館を運営しているイニョチンは念のため避難した。 1>, 1月27日午前5時30分ごろ、降雨により、水位が上昇したためバーレが所有する近隣の別のダムが決壊する恐れがあるという警報が出た。このため、ブルマジーニョの中心部を含む複数の地区の住民、約2万4千人が避難し、救助活動も一時中断された。メディアを再生する事故を受けて会見するジャイル・ボルソナーロ大統領破壊の爪痕この事故により、 バーレの時価総額は710億レアル以上下落した。これは1日の損失額としては過去最高だった2017年のペトロブラスの470億レアルを上回るブラジル市場最高額である。バーレ株の1月28日の終わり値は24.52%下落し、フィッチレーティングスはバーレの信用格付けを BBB から BBB マイナスに引き下げ、 今後についても、レーティングウォッチネガティブとしたほか、S&P も格下げ方向で見直すと発表し、HSBC などの投資銀行もバーレへの投資判断をバイからホールドに変更した。また、バーレは1月28日に配当支払いを停止すると発表した。ブルマジーニョ周辺では多くの農地が壊滅、または何らかの被害を受けた。また、牛や課金も、 被害を受けたため畜産業にも影響が出ている。地元の市場にも被害が出ており、商店やオフィスには数日にわたって休業するところも出ている。2020年1月までに259人の死亡が確認され、11人が行方不明になっている。バーレ会長のファビオ・シュワルツマンは記者会見で被害者の大半が 同社の従業員で、コヘイゴドフェイジョン航空の鉱山鉄道では、機関車3両と、貨車132両が土砂に埋まり、4人が行方不明となっている。また、鉄道橋2本と線路100メートルが、泥流に流されて破壊されたと述べた。ダムの崩壊により、1200万立方メートルのお香が流出した。専門家は、お香に含まれる金属は、川床の土砂に取り込まれ、 周辺地域の生態系全体に影響を与えることになると指摘している。また、環境活動家は、オコーは、ミナスジェライス州の他4州を流れ、2つの水力発電所を要するサンフランシスコ側に達する恐れがあるとしている。ブラジル国家水資源局は、オコーは、サンフランシスコ側を 300km にわたって汚染しうるとした。バーレのファビオシュワルツマン会長は、 ダムは2015年以降は使用しておらず、オコもを大きく動いていないとし、今回の例では、マリアナの時よりも、環境リスクは、かなり低いと考えていると述べた。1月29日には、ブラジル検察当局がバーレの社員ら5人を、文書偽造、環境犯罪、殺人容疑で逮捕した。逮捕されたのは、鉱山幹部のほか、鉱山の安全性検査を担当した。 認証機関 t ーフズードのエンジニアで、現地メディアによるとバーレはダム築造にあたり、コスト削減のため安全性を軽視した工法を採用し、t ーフズードのエンジニアは十分な安全性が担保、されていないダムを安全であると虚偽の証言をした疑いが持たれている。さらに、バーレは2018年10月3日付の社内報告書で、このダムの危険度は、 同社安全基準の2倍のリスクがあると認定していたと報じられた。これは同社の昨年実施した外部監査で安全性が宣言され、決壊の数週間前まで構造的に安定していたという説明とは食い違っており、今後の捜査にも影響するとみられる。2020年1月21日、ミナスジェライス州検察がバーレのファビオ・シュバルツマンマへ、 CEO ら16人を殺人罪で起訴した。うち5人はダムの安全性検査を担当したトゥフズード社員である。また、2021年1月にはブラジルの原告団がドイツ国内でトゥフズードを相手取って民事訴訟を提起している。事故の翌日にはブラジル環境再生可能天然資源委員がバーデに対し2億5000万レアルの罰金を課すと発表した。 また、ブラジル司法当局は30億米ドルに上るバーレの資産を凍結し、それでも不足する場合は不動産や車両も差し押さえると声明した。バーレが保有する最大の鉄鋼産、ブルクツ鉱山には裁判所から操業停止命令が出されたほか、それに付随するラランジェライス鉱山ダムやジャンガーダ鉱山はミナスジェライス州当局から操業許可取り消し処分を受けた。 2021年2月には、州政府が、バーレとの間でこの事故によって生じたすべての環境破壊の回復と遺族に対する保障として7億ドルを支払うことで合意に達した。ブラジル大統領、ジャイル・ボルソナーロは救助の支援のため閣僚3名を現地に派遣した。ミナスジェライス州知事、ロム・ゼマは、数十人の消防士を含む救助隊を ブルマジーニョに展開すると発表した。イスラエルは1月27日に民間専門家と海軍ダイバーからなる150人の捜索救助隊を派遣し、翌日には現地入りした。イスラエル首相ベンヤミン・ネタニヤフは130人の専門家をブルマジーニョに送り、ブラジルの救助隊による生存者捜索の支援にあたらせた。1月27日にはトルコ外務省及び、 ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンから哀悼の意が寄せられた。国連環境計画の支援を受けたグリッド、アー・アンドルが、お香貯蔵施設及びそれに関連する情報の世界的データベースを公開している。これを利用すると、お香ダムの場所や所有企業、ダム形式や高さ、容量、リスクなどの開示情報を調査することができる。2021年2月4日、 バーレバダム決壊事故をめぐり、70億ドルの損害賠償の支払いで合意したと明らかにするとともに、ブルマジーニョ周辺の環境修復を目的としたプロジェクトに資金援助する意向を示した。一方、被害者らは損害賠償額が低すぎるとして、州とベロオリゾンテの裁判所前で抗議デモを行った。ありがとうございます。